表と裏、過去と未来を滑るウォッチだ。変身。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダージオデラックスジオライドウォッチ2です。はい、これはジオの中間パワーアップフォームのジオ2に変身するためのアイテムで、相互の過去と未来、光と闇の部分が融合した、まさにパワーアップにふさわしいライドウォッチですよね。っていうか、相互もただ単純に王様になりたいっていう、そういう欲だけじゃなくて、ちゃんと覚悟を決めて強くなっていくとこがなかなかかっこいい。そして見た目もこれまでとは大きく変わりましたが、明らかに大魔ジオ化してってるのが、今後の展開心配ですよね。はい、外箱はこうで、遊び方としてはどこかで見たような割って刺すって感じ。2つのライドウォッチが合体してますから、これを分裂して左右から差し込んで回転で変身で、単体でもサウンドは鳴りますし、必殺技も発動。そして見た目的にも大魔ジオっぽい金ラインが入ったりとか、ここのね、長さも前までは短かったんですが大魔ジオっぽく長くなったり、相互もなんだかんだで魔王への道をどんどん突き進んでますよね。そしてバストアップで見てもなかなかのインパクトのあるこの顔周り。ではレビューしましょう。本編ではそれぞれ別のライドウォッチが合体してこれが完成しましたが、おもちゃ的にはすでに合体状態で入ってて、中身はジオライドウォッチ2本体のみ。細かく確認しましょう。まずジオの顔がセンターにある状態が標準の形で、全体ぐるっと見回すとこうで、金部分はメッキで、ゴールドメッキで表現で、ここにリューズがあって、で、さらに上側、下側で、明らかに2つのライドウォッチがね、合体しておりますが、リューズ回転で、ジオウの顔がずれますので、そうすると、裏相互が持ってたライドウォッチ、この闇側、未来側の、大魔ジオカラーのライドウォッチが出てきますね。で、ここにはジオウ2の顔があって、引っ張ると、ロック解除とかはなくて、引っ張ると、取れます。じゃあまず倉庫が持ってた方を見ますか。これは特にサウンドとかなりませんから、ピン配列があるのみで、スピーカーとかそういうものは搭載されてませんね。これまでのライドウォッチと比べるとすごい軽いんだけど、サイズ感はだいたい同じ感じだね。で、この状態でもカチッとね、ロックしてずらすことができます。ここの金メッキもなかなか綺麗で、合体部分はこういう風にシンプルにジョイントがあるのみ。片側しか音鳴りませんから、こっちはね、ほんとね、シンプル。で、もう一方の、裏倉庫が持ってたジオ2の顔がある方がサウンドが鳴りますから、こっちはちょっと重さがありますし、裏側にスピーカーもありますね。で、上にボタンと。絵柄部分近づいてみると、こうなってますね。これは全面パーツというよりは、メッキで全部こういう矢印とかが造形されてますね。特殊。ジオ2の顔がほんとそのままあるような形ですね。単体サウンド確認しましょう。絶縁シートを抜いて、まずは標準状態に戻します。合体。ここにね、ジョイントが、大人になっちゃったけど、ここにジョイントがあるから、位置合わせて合体と。で、真ん中にして、ここで音は鳴りませんね。で、上のボタンを押すと、小山さんボイスで、ジオー2、2音目。ライドウォッチ2でパワーアップ。王を目指す仮面ライダージオー2。はい、ボイスも専用のものになってますね。この2音がループで、もう一回押すと。ジオー2。1音目に戻りますね。今回発光はなしだね。王を目指す仮面ライダージオー2。そしてリューズ回転でずらして、さらに引っ張ると分裂音ジオー。
で単体状態でボタンを押すと、ジオーでライドウォッチ2でパワーアップ、王を目指す仮面ライダージオー2。こんな感じで2音目もなりますね。ちなみに合体状態で特にここずらさなくても1音目2音目はなりますね。こんな感じ。脱着の感触はすごいいいけど、2つで1つのライドウォッチだから1個ずつになると割とこれまでのライドウォッチに比べてなんか重量感ないというか軽めかな。では仮面ライダージオー2に変身しましょう。変身。はい、かなり特別なサウンドが鳴って仮面ライダージオー2に変身しました。そしてここの文字もこれまでと違って多色発光からのネクスト、なんかいろいろちゃんとパワーアップしてるし、見た目やっぱ金が入ると豪華さというか大魔女王っぽさあって魔王に近づいてる感あっていいな。はい、これがジオー2の変身ベルト状態でございます。両方ともね、ライドウォッチが入ってて、ジオー同士でアーマータイムしてる感じですが、これで対応したレジェンドライドウォッチを持ってなくてもアナザーライダーを撃破できるようになってますから、それだけでも相当すごいですよね。もうちょっと本編っぽく変身する場合は、表と裏、過去と未来、二つの世界を滑るウォッチだ。変身。すごいな。じゃあさらに必殺技、こっち押せませんから、こっちのね、リューズしかありませんので、ジオ2側の、こっちを押してから回転。はい、耐久音はライドウォッチ側から鳴ってますね。トゥワイスタイムブレイク。発動音から何から何まで全部ライドウォッチ側から鳴ってて、ベルト側からはサウンド鳴ってませんね。もう一回。ここのセグメント表示もいいな。これが一通りの遊び方ですが、何よりもこの待機音声だよね、特殊な。うん、完全な新作サウンド。じゃあさらにここからアーマータイムとかしたらどうなる？でもちゃんと対応した LED カラーになってて変身。
あ、でも連動の仕方はいつも通りだ。なので、ジオーツークーガーアーマーみたいな、そういうサウンドの流れですね。お、ここの連動もすごい自然だね。じゃあ、これをこっちにするとどうなる？なんで、ジオーでジオーツーアーマーみたいな。お、変わった。ジオーツーだ。お、なるほどね。タイチサウンドは変わるけど、普通にアーマータイムみたいな。あ、ここは被っちゃうのね。トワイスタイムブレイクの途中にタイムブレイク。じゃあさ、これだけ、てかピン配列どうなってるんだっけ？ピン配列、あ、一緒か。同じピン配列だ。なので遊び方としては、どっちを指しても変わんないと。これで、あ、でも待機音とかどうなる？あ、そっか。同じピン配列だから、動作は一緒か。だけど、こっちは音なんないから、ライダーネクストで出て終わりなわけね。ちなみにここでこうやってロックすることもできます。なるほどね。なので、連動としては同じなんだけど、サウンドがなんないから、ちょっと寂しめと。あと、ディケイドだと、あ、そういうことね。カカカ仮面ライダー。こういう見た目だったり、こっちも OK かな。連動音声は共通。なんで、これもこういうことがいけるわけね。からの、なるほどね。ジオーツーディケイドアーマーのジオーツーフォームみたいな。もう何が何だかって感じだけど、こちら側音が鳴んないとはいえ、2つのライトウォッチが今回はワンセットになってるから、遊びの幅はなかなか広いかも。時間ディレードに刺すと、お、ジオーツーの個別サウンド。これはね、ライドウォッチ側から鳴ってますから、こっちをはめても、はまる？あ、はまらない。リューズが邪魔で、あ、はまらないわ。ホルダーとか、どんな感じ？あ、いけるね。よかったよかった。こっちは？あ、いけない。片側の倉庫が持ってた方は、リューズが引っかかって、こっちははまんないっすね。あとは、ヘイセイバーとかにも、あ、セットできるし、これ合体いける？あ、いけるいける。この状態でセットすることができますね。ちゃんとそれ用にというか、パーツえぐれてる感じだ。なるほどね。連動は？特にこちら側からサウンドはトリガーに合わせて、鳴ったりはしないのか。それと本体側からの発光はないから、ビヨンドライバーにはめても、一応見た目はちょっと派手にはなりますけど、
からないから全くジオ通感出ませんね。これはちょっと微妙かも。あとはこれまで通りタイムマジーンもいけるかな。あ、いけますね。はい、タイムマジーンにセットしてジオ通顔にすることもできますし、ただそこまでね立体感がないからちょっと微妙かも。こっちは、あ、こっちはいろんなパーツが、やっぱりリューズがね、いろいろ引っかかるのよね。なので、こっちは無理だね。なんとなく置けば、それっぽくは見せることができます。はい、ということで、ジオの中間パワーアップフォームのジオ2に変身するためのアイテムのデラックスジオライドウォッチ2を紹介しました。本編での登場の仕方とか、ジオ2の見た目とか、あと必殺技もすごかったけど、その辺には超満足でしたが、割とおもちゃとしてはさっぱりめというか、発光ギミックもありませんし、片側からしかサウンドが鳴れませんので、その辺のね、シンプルさはありましたけど、1個のライドウォッチで2つ分遊べますから、そういうね、楽しさはありましたね。ただどんどん明らかに魔王のね波動を進んでますから、相互今後どうなっていくのかな、最高最善の魔王になれるかどうかを今後も楽しみにテレビ本編で見ていきたいと思います。とりあえずジオ2のこのロボっぽいメカメカ感なかなか好きだな。以上、仮面ライダージオデラックスジオライドウォッチ2の紹介でした。